受けの広い選択肢でしょうかね。そして対するアッシュはカズミです。前回のギースの敗退を考え、キャラクターを変更。さあ、タイガーアッパーカット C メジャー2019グランドファイナルです。 1P 側はルーザーズファイナル、ルーザーズファイナルから勝ち上がってまいりました2位。そしてウィナーズではパキスタンのアッシュ。本命対決が本当に起こっちゃうんですね、このゲーム。こんなにレベル高いのに、このカードが見れるとは。まずは3試合戦勝、2位は勝たなければ、はい、リセットならない。ですが3試合戦勝を先にアッシュが取ってしまったら、その時点でアッシュの優勝です。そうです。まずは細かい、まあ、封陣をちょっと意識しながらですね、はい、うん。しかしアッシュ戦、その試合選手2位が勝利した時もこのステージありましたね、うん、ありました。2位としてはいいイメージでこのステージで戦います。かかとガードからのすでに30秒。どこから2位が荒らし始めるかだと思うんですよ。まあ今のところも今生ローでずっと様子見てますからね、うん、やっぱ3試合選手で結構長いスパンなので、まずこの奈落を打ちに行くタイミングっていうのが結構重要かなと。ジャブ置きから、おお、なるほど。何見た14秒きつい。おお、まずはアッシュ、はい、これ1ラウンドの重みがのしかかりますよね。近接戦は羅刹で追い払っていくわ。ワンツー嫌い、ギリギリ届きましたね。しかし届かないかもしれないの一発止め、保険が効いてます。アッシュうまい。だが足し途中の浮かせ技の発生速度はカズミはやや難ありだが、この縦スカの膝風迫どんだけ意識が高いんだ。意識高すぎなんですよね。ここからいい感じでレイジになった。ドライブ当たればですね、ジャブで止めて、もう止めない形ですよね。あっ、だがさすがの2位もアッシュ相手には最大反撃を返せない。意識が散漫です。そしてリンコーレッケン、判定が強いんですよね。この状態になったらやっぱりその奈落打たせないというのが大事なので、はい、そうですね、払いましたね、はい、リンコーレッケンを持ってるっていうのはそこはもうすごいレベル陣に対してはいいですよね。リードを取ったらリンコーレッケン打っていきたい、はい、2択中段はお互いガード、下段どこで行くかですが、両者ともに細かいスカシ確定、スカレも果敢でもある。どうだ、なんか圧力を高めてるのは2位か。ライコハ届かない、三角飛び、うまい、早っ、はい、しかもちゃんと割ってる。スクリューいけるぞ、めっちゃコンボ伸びてんじゃん。二択空中拾えない、ジャブローキック、おお渋い、双角ローキック、双角ローキック、双角鉄拳5ぐらいから鉄拳6ぐらいからできるやつ。ワンツー嫌う、下わー、いきっけ、あー間に合ってます ね。そして下段に合わせて胴抜き2連発、カズミの胴を抜いていく。西間であればハイキック打ち取ることもできますからね、うん、そうですね、風陣があるし、はい、いやですがこの当たるんすよ、このカウンターするんすよね、タイミングのハイキック、はい、さあ2位後がないが、この試合入れ替えさせましたよね。でもこれ、はい、この壁使えば十分、うん、うん、一発当てた、ツーチャンス必要か、うまい、読んでいた、あーやー、読んでいたからの読まれた、そうですね、奈落ケアですかね、奈落ケアですね、今のは胴抜きなど打ちたかったですね。でも多分胴抜きからっても壁がないから、そうか、壁から逃げてましたね、しゃがんでるんですよね。多分あの位置だと壁られならないんですよ ね、胴抜きじゃ結構遠かったから、うん、そうか、これか、うん、前ダッシュしゃがみガード、前ダッシュしゃがみガード、前ダッシュしゃがみガードって、あれをもし、そう、前ダッシュしてることによって胴抜き壁やられるの位置を外して、うん、じゃあ2位があそこで何やるしかなかったかっていうと、まあ、前ダッシュ引っ込むか前ダッシュ追い突きになっちゃう、はい、それはちょっとリスキーすぎますよね。追い突きガードされたら死んでますからね。追い突きも多分どっかで出してくると思うんですけど、組み合わせだったら、はい、右側も多分そのどっかでやるしかないと思ってるんですけど、はい、やっぱ長期スパンなんで、はい、どこでやるかですよ、どこでやるかですね、はい、しかし長期スパンとは言っても、最短縮だとアッシュはあと2試合で優勝を決めることができます、はい、うわ、これがあるからまあデビル、はい、
ていうのもあるよね。これもあの2位が神経全集中してハイキックに対してスカを取るっていう意識はありますよね、うん、やっぱハイキックは常に誘う動きをしてるというか、はい、できればうまっすぎるだろっていうのをハイキックを警戒したところにこれが来るときついんですよね。読み合い周回するの早すぎるんですよハイキック警戒するモードじゃなかったんかよ。そうですね、もうなんか警戒してくるというのを読んでスカカゴを狙ってるような。だから1ミリですよ。アッシュ守り体勢ですが、さすがにローキックは長いし早い。1-0です。いやー来た、タイミングの風神拳、うまい、うまいですね。ネズクルンからの羅刹、はい、一発止め、一発止め、渋いですね。渋いっす。狭い分2位の圧力が勝ってるか。そうですね、まあ自分で選んだステージですかね、はい、この三島道場は。さっきのイタリアステージで広いんですよね、うん、広いです。ちょっと広いし、割れた後ももっと広いっていう、うん、だが削りのうまさ、やはり相当なものです。アッシュ、いや、向かせ技いらないですね2対アッシュっていうゲームですか。はい、2対アッシュっていうゲームが。ダゴレイジがどう出るか。ドライブを貯める。だが奈落は飛んだそう。そうなんですよね、この距離感一桁どうなる。7秒いや、マジ輪行列家が強すぎる。うわー、鳴神に帰ってきた。やめとく。いや、厳しい。あ、やばいな、みたいな。あの奈落もな、あと1秒あればレイジャーズ。ハイキックと輪行一点読みしゃがみに対して鳴神ってね、やばいでしょ。やばい、今のはどんなストーリーですかまあでも確かに勝ち筋、多分しゃがみ追い付きしかなかったんで、なかったですよね。それに対しても手っ取り早くダメージを取れるのが鳴神だったんですよね、はいはいはい、しかも離れるんで、もう時間ないよっていう。偉すぎるでしょう、鳴神。大きい攻め、帝王。うーん、細かい、うまい、うえー、うまうまい、邪毒すごいな。あ、反撃になりました、ね、あ、スカカゴになりました。いや、いいジャブ、しかもガードしてんのやばい。普通奈落いきますよね。おー、きた。あー、ここでこれ、レイジャーズか。いや、うまい。あ、なんで、あー、え、え、え、いや、ちょ、怖えー、これ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 、うおー、いやなんかすごい、確かにすごい微妙な壁の位置だったんですけど、で、まあ、張り付いたの確認して、うん、まあ、壁コン入れたですけど、斜めだったから、そう、斜めだったから、はい、あんだけ斜めだと羅刹門3発目はもっとディレイかけないと、はい、もっと遅らせて出さないとダメージ伸びないんですよ、はい、難しかったですね。第4ラウンドです。気ぃつきますね。結構手出してんだけど全然体力が減らないんですよ、ね、そう、その手の出し方がリスクにならない、ね、手の出し方になってる、立ってるんですが、手数は多いんですけどね。2つでかい、スカ角ネパミ置き攻め重視。どうだ、残り18秒、生ろ生ろ生ろ、ローキック3つ。あー、右、あー、うまい。今勝負の右アップをスカ角取りましたね。ドライブ早い、最速できた。壁が、あ、どうなる、どうなる、残る3、5秒、4秒、あの、アマロが通る、ナイスだ、ナイスガード。しかも全狼、全狼、角半が全狼、全狼ですよ。いや、もうすごいですよね。もう人類、鉄拳人はね、下段をガードしたらトゥースマッシュを打つっていう条件反射があるんですよ。もう染み付いてるんですけど、これあの状況については多分トゥースマッシュだったら負けてます。スカってた。スカってます。なので全身ローキックで反撃。はい。全身ローキックって。全身ローキックス。マジかよ。あの一瞬で要は考えてるんですよね。あの技をガードした瞬間に、まあ、ツースマが入らない、うん、っていうのを考えて、ちょっと前に進んでローキックを打つ。いや、来ましたね。1対1。これだって最大、3試合選手2回だから最大10試合あるかもしれないわけじゃないですか、はい、2試合なのにもう内容超濃くないですか。もしかしたら10試合やるかもしれないんですかなり重いですね、こっち。もう重い、持たれる。さあ1-1ですね、はい、あ、アッシュはここがいいっぽいですね、この。なるほど、あの、ハイキックに対してちゃんと本当に風陣入れるんだな。取りに行ってますよね、最大のリターンを。ガードして、やっぱり動きもハイキックとにかく打たせるための動きがかなり多くて、はい、そうですね、縦で、うん、
今のもそうですね。 あえてプレッシャーかけて下に下がる、取ったりとか、はい、っていうのを繰り返してるんで、しかもなんか風神拳なんで今ハイキック使ったじゃないですか、はい、で2位の見せた動きが風神ステップだけだったんですよね、はい、だからもう風神ステップは入る時だけボタン押すって感じ、そう、はいはいはい、風神ステップはもうスカッたら押しておく、入るんだったら RP を押すって感じですね。おっと、近いならちゃんとこれにするのね。偉すぎる、マジで。だってさっき全身ローキックさっき全身ローキックで反撃してた技今度近かったから、そうです、ね、初中 LPRK に入るの距離を確認してカカンを入れていく。しかも、まあ、アッシュもやっぱりシャカステの方がむしろ欲しくて、うん、スチーカッチじゃなくて 2RK にしてるんで。そうですよね。でも黒上はちょっと遅いですか ね、 ですね。たまに右アッパーとか食らったら目も当てられないですもん ね、 ね、たまに打ってますからね、右アッパーも、うん、そうそうそう、まあ、黒上も今のところ当たってはいるもののって感じですね、はい、1RP も細かい。しかし本当中段当たんないな。当たんないんですよね。プレッシャーやば。プレッシャーはついに来た。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 追いつき。その1、ダッシュしゃがみ追いつき。しかしガードでしたね。出し切った。10秒。7回あるよ。7回あるよ。7回。いや、最速の7秒。時間ないよ。大丈夫？時間ないよ。5秒で。レジャーズ？どうする？だよね。熱にする。これ時間どうなるんですかね。時間が止まるので。体力が。いや。勝てないですよ。この後プラスアルファですね。こっからどうするか。3秒走るしかない、走るしかない。どうする ?3 秒うわー得点圏マジかよ。マジか他にないぞ、まあ、ないっすね、他にないっす。マジでだって確かにドライブで時間稼ぐのは、はいはい、IQ200 なんですけど、 IQ200 ですね。255ありましたね。 250飛んで5ありました。そうだよな、レースドライブで突き放していきなさいって、うん、で終わりですね、はい、後ろを入賞とかしたら勝ちでしたから、はい、それに発生勝ちするワンツー帰国連携他になかった。でもマジねえんだよな。じゃこれで2位がアッシュを上回りました。人権これは流れが、あ、カズミ体が小さい。これはアイサラボディ三角コーナー。マジでどうする、どうだ、これ様子見、ドライブがドライブがある、ドライブがある、左横移動したい2位。いやいや、あーそれうますぎ嘘やん。二択は許さない。レイジャーズ顔涼しいな。うんうんじゃねえんだよ。いやどっち、うんうんじゃねえよ。中段だったら残ってましたかね。残ってましたかね。だか結構いい感じの体力か。あ、残ってないかも。膝ヒットしてんすよねこれ。そう、膝ヒットしてんだけどな。打ってましたね。膝風白だったらいずれにせよ、まあ、レイン風はまあ打たないと思うんで、レイン飛だしっていう警戒してましたよね。さあこれでリセットにリーチですよ。ロックストラゴン2位やるなぁ。変えますねやっぱり、うん、すぐですね。ジャブ 3LP、 いやぁ小ジャンプ LP が暴発してる。まといまといに対してフレームの右アッパー返しね。フレームの右アッパーでしたね。いやこれ入った。ボヨン壁がアルカミ浮かせることの価値が大きすぎる。ただこのレイジを生かせますよね、このデビルというキャラクター、うん、あ、そうですよね、はい、だって二択が強いんですもん。そうですね、こうなったら決断して全部、うん、でもやっぱりこういうところがデビル陣が最強キャラ、最強クラスと言われるゆえんですよね、うん、突破力の力ですよね、うん、暴力値がある、はい、いやでも1試合目あんだけ生ロー打ってて、うん、この奈落が当たるタイミングをやはり分かっていた感じですかね、うん、その辺やっぱ2位は見事なんですよ、はい、中長期戦が。そうですね、誰よりも上手いっていうのと、そういうところのタイミングの測り方とか切り替えが上手いんで、このグランドファイナルは2位はすごい自分のなんていうか土俵というか、まあ、そうですよね、うん、そうですよね、本当にもう長期戦こそ強いんで、はい、うーん、3試合選手になるファイナルは本当に得意分野ですよね。うわ、あ、あ、いやしかししょうがない。いやー、これハイキック。先行レッケって今マイナス17なんですか。 17? なあ、レッケ、いやでもどうかな、ライト届かなかったかな、難しいですね。あ、そう、ライト短いから、うん、単純な浮かせ技がちょっとやっぱりカズミは弱いので、かかと落としですよね、今2発目からで。あ、2発目か、うん、そうか、かかとだったら15か、15だとやっぱ難しいですね、うん、しかもちょっと多くて、うん、カズミの膝はちょっと出してくる。細かい試合展開になってますが、おお、これ中段が通った。二択の中段が通りましたね。はい、明らかな下段を匂わせた。はい、中段。
国上国上えらいえらいですね、マイナス13。うわお腹痛い。回復した。いい婦人、回復してるしガードされてもいい婦人。燃費してる。投げっぱ投げ通りません。時間向いてきたぞ。ドライブが匂う。うープレッシャー。何もしたいんだから。頭のガードして。どうだね、どうだね。しゃがんでる、しゃがんでる。6秒、5秒、4秒、まだだ、3秒、まだここですね。あー、しゃがみパンチ。サラクダキ止めた。こっちくんな、シャガパン。サラクダキでしたよ、最後。サラクダキか、わかる。サラクダキだったら0時サラクダキで貫いていこうという。そう、倒せなくても逆転。そのサラクダキをシャガパンで止めた。なんだこれ、なんだこれ、鉄拳か。本当にレベルが高すぎる。ジャブジャブ。ボタンを押せない。これ自体は2位にとってはいいんですよね。別に壁に追い詰められてるんだったら、うん、そうですよね、位置関係は取れなくても、まあ、結果としてダメージついてくるはずだから、ね、1回読み勝てばそれ以上にリターンがもらえる。なんかレイジですよ。いや、ある。デレジンなら時間がない。遠い。ああ、ここはミスになって。これはチャンス。7秒、14秒、13秒。うん、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 遠い。いや、時間がない。うおー、強い。おー、生きた心地しないでしょ、アッシュ。今、奈落当たってたし。そうっすよね。やば。本当に拮抗してますね、これは。すげえ。ですけど、これでアッシュ優勝へリーチですよ。まあ、一視聴者としてはここでリセットをかけてほしいですが、そうやすやすとは取れないんですよ。取れないでしょう。ここでステージが好みのステージですね。はい、三島道場。三島道場、そうですね。どうなる。アッシュもちょっとチラッと2位の方を見つめましたね、今。三島道場、狭いステージです。はい、このステージであればデビルの爆発力をいかんなく発揮できる。そうですね、アッシュはこのステージで守れれば文句なしの優勝。はい、だがジャンプステータスに対して拾っていくのに遅れた、遅れましたね。はい、下技で押し返していくのアッシュ。こうだから組み合わせ的には土カツ打ちづらいはずなんだけど、そうなんですよ、ね、いろいろ石回ってきて、うん、2RK が土カツに変えてきてるタイミングなんですよね。ああ、そうですね、他の下段にしてるその下段が土カツ地になったんですよ、今度。うん、うわー、ここガードした、うん、ってなると封じんも増やしたいって感じだと思うんですけどね。そこに対してしゃがんでましたが、奈落でしたかね。レイ状態、きた。うわ、奈落一発。さあ、あと1回目、奥攻め重視だという。このタイミング中断。うわ、カッキーだ、ナイスガード。うわ、読み合ったか。2発目を待ったか。読み合いました。で、さらにそこから今 50% でしたね。やべえな、今の気まずさが終わってましたね、今の気まずかった。あ、伸ばしてる。快速ではなく、うん、遅らせのですね。遅らせ下段、はい、タイミング合わせたガードを突き破ろうというアッシュの選択ですね。胴抜き一発。なんか壁に膝風白。なんで膝風白はえうますぎる。決して発生が早い技ではないんですよね。しかもちゃんとね、あのバックダッシュをしていく中で前へ LK ですよ、はい、逆方向にレバーを倒さないといけないのに。さあ、2位追い詰められるか。あっ、待って、倒しきれはしない。残ります。封じも来てめ、どうすんの、どうすんの、中段、中段、上下投げ。おわ、リンコレッケン、2分1。あ、くぐり抜けた、2位、時間がない。10秒だぞ。あわー、しゃがみステータス。どうだ、さあ、アッシュが優勝へリーチです。2位は逆三立てしないとリセットにならない。胴抜き一発から、膝中段リスクケアのアッシュ。うわ、壁に追い詰めたい。2位だが下段、うわっ、体力じり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 と体力削られてますね。シャーミステータス、半分の体力がないぞ。2位、きつい。これはこれはきつい。人類最強2位、魔界からのアッシュ、優勝を決めるか。うわ、2発目がある。かかと当たったら終わってる。中段飛行手、怖え。今のくく時間は10秒台へ突入。これどうすんの。だってもう当たる技ない。2発目暴れた。見えてるか。
あーガードの下ダメだ。それはガードできるんか。決まりました。最後は3択です。いやすげー、圧倒的な強さ。やはりマジかよ、どんだけ強いんだ。マジでパキスタン。